おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何をやっていくかと言いますと、こちらですね、制限戦の振り返りさせてくださいってことで早速やっていきましょう。さあ今回の結果なんですけれども、決勝トーナメントの初戦敗退でした。ちょっとね、戦術有利取られてしまってですね、5対3で惜しくも、敗れてしまいました。悔しいね。悔しい。ちなみにですね、これ結構ね、決勝トーナメント私初戦敗退だったんですけど、ベスト16以降に関しては1試合ね勝つごとに補助確定スカウトチケットが1枚増えるというね、優勝に至っては10枚ももらえるっていうね、めちゃくちゃ美味しい内容だったんですけど、まあちょっとね惜しくも敗れました。悔しいですね。はい、ってことでこれは完全にね私の読み違いでしたね。まあ今回のね環境でどの戦術使うのってなったらね、私個人的にはおそらくカウンターかポゼだと思うんですよね。カウンターかポゼで時点で中央だと思うんですよ。中央トップも今結構デシャン監督強くて、デシャン監督ね、ポゼッションの選手のディフェンス能力ダイダウンはないんですけど、でもやっぱ強いよね。やけに強いと思うんですよね。まあ新しい監督ですし、ってなってくると一番使われないのってサイドアタックだなと思ったんですよね。でじゃあ一番使われないサイドアタックに戦術不利なカウンター、まあサイドの人数が少ないのであれば、カウンターを使っていけばねその分勝っていけると思ったので、カウンターを選んだら初戦の方がねまさかのサイドということで、まさかのサイドアタック来るんかというところで負けました。悔しい。はい、というところでした。はい、まあただそれでもね、比較的頑張ったんじゃないでしょうか。ちなみにね、私今回2分け2敗かな、予選最終戦50試合で2分け2敗だったんですけれども、よいしょ、こんな感じでね、2分け2敗のうちの実はね1分け2敗を初戦の10試合で落としてます。40試合残りの40試合で1分けしかせずに初戦で1分け2敗落としました。でこの1分け2敗初戦で落とした理由が、ゴレアドールの全戦術のポジションにハリーケイン入れてたんですよね。ハーランドも、中央のベンゼマも育ててなくてハリーケイン使っていたら、落ちました。でケインだけじゃなくて、例えばねどこだったっけな、カウンターだかサイドアタックか、サイドアタックかどっか、ちょっとも忘れちゃったんですけど、ここら辺も確か星4選手だったんだよね。真ん中に星5選手置いてなくて、で例えばあとはここかな、ここに星5セードルフ使ったかな、それか星5ランパーとかで、こっちのラッシュフォードを入れてからやっぱり点取れるようになったとかもあるので、やっぱりね予選最終予選に関しては戦術より確定で取れるので、守備の選手たちもねすごく、まあ星4選手ではありますが頼りになりますし、とにかく攻撃の枚数増やさないといけないなと思いました。ボール持てない結果としてボール奪われて攻められるっていう状況にならないためにも、最終予選に関しては本当に攻撃の枚数増やすべきかなと思いました。で、私がねどんなところに気を使ったかというと、前線の攻撃をする選手たち、オフェンシブミッドフィルダーとかセンターフォワード、ウイングの選手、あとレフトライトミッドフィルダー、両翼の選手たちですね、そこの枚数の、5割以上は、星5選手を使うという形で決めてました今回は。なんで中央で見るとね、センターフォワードと OMF で4枚なんですが、そのうちの5割ということでビエリとマウント2枚星5選手置いておりまして、やっぱりねかなり強かったです。てかビエリとマウントがねすごく相性がいいのか、中央は全勝でしたね。負ける気もしなかった。でポゼに関してはメッシュ、ロナウジーニョ、コーチーニョの3枚ですね。でデブライネを、星4と、でディフェンスミッドフィルダーとセンターバック1枚ずつですね、前線5枚のうちの3枚を星5選手置いてます。で同じようにサイドに関してもこれ前線の選手5枚いるんですけど、そのうちの3枚を星5選手置いてます。すごくねバランスいいかなと思います。前線の3枚星5必要ですね。今回カウンターに関しても5枚いるうちの3枚星5でいっているので十分点取れましたし、やっぱねきちんと星5使っていかないと前線にね点取れずに終わっちゃうので、そうすると引き分けるし1点決められて負けるもありますね。やっぱりお相手がね強いチームになってきたりとか、いい星5選手をね並べてるチームになってくると点の奪い合いになるんですよね。戦術より取っててもどうしても星4選手たちは止められなくなっちゃうので点の奪い合いになる。そこで奪い合いに戦術有利込みで負けないように
前線の枚数を増やすといいのかなと思いました。はい。で、今回のまあ結果的には良かったのかなと思いますが、まあ、次回もね、私は制限戦で頑張っていこうと思うんですが、ね、やっぱちょっと言われている制限戦の参加人数少なくね問題に対してね、ちょっと私の見解を述べさせていただくと、全然いいと思います。個人的にはね、今回も前回もなんですけど、だいたいねフリーディビジョンとこのリミテッドディビジョンの出てる割合が1対4ぐらい、全体の2割ぐらいが制限戦に出てて、残りの4割はフリーに出てるって感じなんですけど、これをね、なんだろう、制限戦の方がいい報酬とかにすると2点やっぱり問題があるなと思っていて、1個目は時間ない人がどうしても参加するのが難しくなってしまう。なかなか星4選手育てる時間がないよっていう方もね、もちろんこのゲームやってる方でいらっしゃるので、そういう人たちがわざわざ星4育てないといい報酬手に入らないのかってなるのは、ちょっとねやっぱりそのゲームとしてのなんていうのかな、モチベを下げてしまう行為だと思うので、やっぱりリミテッドディビジョンに関してはどこかやり込み要素だとか、やっぱそういう色が強いと思うんですよね。無課金美課金で星5選手あんま揃ってないですって方でもフリーディビジョン参加してる方は多いと思いますし、やっぱり時間があるないっていうのはリミテッドディビジョン、フリーディビジョンを分けるところかなと思います。なんでね、どっちの方がいい報酬にとかはいいのかなと思いますし、あともう一個はですね、フリーって本当にね強い方がいます。私もねフリーの決勝トーナメント、トーナメントのこの46もあってね、すごいですよね。これもいろいろ見させていただいたんですが、マジで強いね。もう当然なんですけど、フリーでね決勝トーナメント出てる方たちはマジで化け物だと思いますし、その上の方の上位陣は本当に強い。ぜひね、ぜひぜひチーム全戦術見せてくださいって感じの方々なんですけど、リミテッドディビジョンは私自身が参加してて思うのは、フリーディビジョンで本当に上位に流れ込むほど星5が揃ってる方々がリミテッドに来たら、あんまりねリミテッドになんていうのかな、やり込みみたいなものがなくなるかなと思いましたね。もうこれはルームマッチでねいくつか試合をやってる時から思っているというか、まあ、大体そうだったんですけど、今回の例えばフリック監督で強い人たちってどういう人たちかっていうと、メッシュ・ロナウジーニョのところは星4で星5ハーランド、あとは OMF のところに星5のネドベドとデルピエロとかクリスティアノ・ロナウドとか、まあ、クリロナとデルピエロ、クリロナとネドベドが多かったかな。この2枚をクリロナとネドベドにして、ここハーランド監督で、ここは星4のウイング、メッシ・ロナウジーニョの星4監督で、ベッケンとガットゥーゾとかベッケンとモドリッチとかっていう方がすごく多かったんですね。でもめちゃくちゃ強いんですよ。ただ制限戦になるとどうしても、じゃあ私もなんですけど、ハーランド監督持ってるかって言われると持ってないし、クリロナ監督もネドベドの監督もデルピエルの監督も持ってないんですよね。それを当たり前に持っている人たちがフリーディビジョンの頂点にいる人たちで、もちろんね制限戦の中でもねやっぱり勝ち進んでる方はそういう人たちなんですけど、ポゼに関してもね、まあデブライネ監督持ってたりだとか、私自分のポゼのチームはそんな悪くないと思ってるんですけど、例えばカイル・ウォーカー監督が当たり前にいたりだとか、やっぱりねそのバンディエラだったりキャプテンだったりレーンだったり、すごくいい特徴を持った12500を超えた選手とか11500のすごくクオリティの高い選手、それを並べられて空いたところに星4を入れるっていうのが、もちろんフリーディビジョンでも一番強いんですけど、あ違う、制限戦ですね、失礼しました。制限戦でもね本当にいい星5を並べて、あとは星4が一番強いんですが、なかなかその本当にいい星5を持っていない人たちがね今制限戦に多く来ているのかなと、なんとなく個人的には思うんですよね。それをやっぱりフリーと制限戦の、まあ、リミテッドの垣根をなくしてしまうと、とかリミテッドに、参加できるようにね報酬をすごく良くしてしまうと、なかなかねその今リミテッドで頑張ってる人たちがちょっと勝てなくなっちゃう。まあ、無課金美課金の方もそうですけど、初心者の方とかもそうで、お金がある方はフリーでやればいいし、時間がある方はリミテッドでやればいいと思うんですよね。私はやっぱりちょっと皆さんにね、実況でお届けしたい関係でリミテッドでやっていますが、課金しつつリミテッドでやっていますが、まあ、そこをねなんていうのかな、まあ、やっぱりこのサカツクというゲームのね立て付け上、技術でどうにかなるところではない、ウィニングイレブンだとか
FIFA のように自分でプレイするゲームではないので、技術でどうにかなるところではない分ね、時間がある方の楽しみ方で、あとはお金のある方の楽しみ方っていうのが分けられているこのリミテッドクラブカップっていうのは、私はね、どっちが報酬良くしてどっちに参加を促そうとかってわざわざやらなくてもいいのかなとは個人的には思いました。すいません、ちょっとね最後の打足が長くなってしまったのかもしれませんけど、本日の動画こんな感じにしたいと思います。またね制限戦次回もねやっていきたいと思いますし、ぜひぜひね、あの皆さん、それこそ今私が言ったようにですね、フリーでもリミテッド、まあ、制限戦でも報酬変わらないので、あのせっかくだったらね、あのあんまりフリーの自信がない方はね、制限戦出たらいいかなと思いますし、そのためにもね星4選手をちまちま育成するとね、あのきちんと戦術1の選手を育成するだけである程度勝てますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の駅ゲームラフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。